さんがですね、私の作品をいくつかもさっき作りましたけども、スライドとかテロにしてくれたんですが、つい最近といってももう1年以上になるか、翼というのがあるんですけども、これをその絵本のムービーにしてくださったんですね。これ実は昨日一緒にやりました辻美希夫さん、重鎮ギターの辻美さんの、オリジナルの曲に翼というのがありまして、その曲が私大好きで、普段はもう自分の前につけて、つけていただく形なんだけど、それは逆に辻さん の翼に動きをつけたくなって、ある時能楽堂です、その日いつも最後に終わった後には押し入りみたいにしてアンコールやるんですけども、それまで他の作品やったのでその日なぜかこの翼でやりたいと。でもこれも実際一回もやったことなくて、ただ心の中にイメージだけあったんで、辻さん今日アンコールなんだけど翼やりたいんだけど、いいのって、もちろん即興なんでどうなるか分かんないけども、ちょっと無性にやりたくてやらせて、でその日本当に打ち合わせも稽古も一切なしで翼の曲で自分のイメージだったって動いたんですね。終わった後いろんな人から感想をいただきまして、あれがいい、これがいいっていう、いろいろこう歌うんですが、なぜかその日はその翼が一番良かったっていう話をしてます。全然稽古もしてない、全然作ってないのに、これが一番いいのか、そうかと、ちょっとそれの他の作品はもうえらい長年かけてこう仕上げたんだけど、それよりも即興でもうある分いい加減だったのが一番良かったって言われて、まあそういうもんだなと、なんかやっぱその時の思いがそこにポッとこう凝縮したのかなと思うんですが、ここでですね、まず最初にその、馬場さんがムービーにしてくれたのをちょっと見たいなと思うんですが、ちょっと準備からのお話の曲は辻さんの曲が途中から入ります。Thank you.
で今度はその